しろ、チリスケ。あなたは、あなた…マスターの命により、手合わせ願う。その前に聞きたいことがある。あの男は何者だ。なぜあいつは、水の巫女を、俺やコルクのことを知っている。問答無用。ここがお前たちの墓場となる。行くぞ。頑張ります。やっはっはっやっやっ。こんなところで。たわいな、弱いな、お前。通りすがりなのですが、どうやら見て見ぬふりというわけにもいかないようでしたので、それに袖すり合うも多少の縁と言いますし。それにこれは私の大事で大切なモルモット、簡単にはお渡しできません。仕方ない、今日はここまでだ。ほう、これは珍しい魔法ですね。待て！無理、無駄、無用、無茶。完全に逃げられました。さすがです。悪役の逃げっぷりは、こうでなくてはいけません。あいつらは、何者なんだ？何をしているんだ？クレイスさん、今日はもう町に戻りましょうね。ああ、そうだな。テイデ。駒は駒らしく動いてもらうに限る。それにしてもマスターキーといい、お前といい、奴を動かす餌には困らんな。これも前世の報いか。大丈夫ですか、クレイズさん。お体の方。そんな顔するな、チビスケ。俺なら全然平気だ。痩せ我慢も我慢のうち、そういうの私好みです。とはいえ疲れが残っては一大事。どれ、私がマッサージをして差し上げましょう。裸になってそこへ寝なさい。ほれ。そいつはすまない。それじゃあ、あんたがここにいる。そんな当たり前みたいな顔して。ち、気づかれましたか。残念。これはいいなことを。袖すり合うも多少の縁。こうなった以上、私とあなたたちは運命共同体です。勝手に共同体にするな。助けてあげたのに。血を救ってあげたのに。これからも助けてあげましょう。何せあなたは貴重なモルモット。あ、いえ、ともかく、二を見てせざるは言うなきなり
とも言いますし。クレイスさん、メルさんは悪い人じゃないと思います。助けていただいたご恩もありますし、一緒に行動できるならすごく頼もしいです。セフィー賞でしたっけ。あなたは本当にいい子ですね。それに引き換えこちらは図体はでかいものの肝が小さいというか、器が小さいというか。まあいい、ついてきたければ勝手にしろ。無論勝手にいたします。それでは改めて自己紹介。メルローズ・キルシュと申します。メルとでも気軽に呼んでください。さて、その正体はご覧の通り、ただいま諸国漫遊中の通りすがりの美少女魔法使い、完全な一般人です。趣味は人類恒久の幸福のための魔法の研究と遺跡巡りです。思いっきり怪しい自己紹介だな。今後はクレイス氏から放射される特殊な魔法と呪物反応を解析するため、そのうち猫身でも襲って実験なり解剖するなりしたいと。失敗しました。本音を口にしてしまいました。はわわわわ、やれやれと。唐突に話は変わりますが、あのフェイデとかいう敵、なんとも不穏な魔法の波動を放出していましたね。あれはもしかしたら。何か知ってるのか。憶測ですが、ゲホを使って死者の魂を人工的な肉体に宿らせたホムンクルスかもしれません。ホムンクルス？そうです。感情もなく目的もなく、ただ主の命ずるままに動く生きた屍。もし主を失えば塵へと帰る運命だと聞きましたが。なんだかかわいそうです。だがそれだけに恐ろしい相手だ。まあいい、今はそんなことを考えていても仕方ない。おい、ちびすけ、次の目的地はどこだ。またあいつらと出くわすかもしれない。準備は整えておかないとな。はい、イストール山を調べてみたいと思っています。イストール山か。イストール遺跡のすぐ西にある山だな。よし、明日に備えて二人ともゆっくりと休養しておくんだ。特にメール、夜中に解剖しに来るんじゃないぞ。奇戦を制されてしまいました。しくしく。なんだか眠れないな。外に出て夜風にでも当たろうか。おや、クレイス氏、こんな時間にどこへ。まあ、メルカ、ちょっとな。ああ、これは野暮なこと。セフィー城とローゼですな。お楽しみ、お楽しみ。パパパ、バカなこと言うなよ。あんなチビスケと何もあるわけないだろ。いや、それではセフィー城の部屋へ行くのではないのですね。それはちょうどよかった。ならば、ちょっと私の部屋へおいでなさい。そやっぱりセフィの様子を見に行くか。
今後のことの打ち合わせもあるしな。うん、そうしよう。それは残念。せっかく眠り薬入りのお茶などご馳走しようと。おっと、これは独り言でした。危ない危ない。クレンスさん、どうしたんですか、こんな時間に。いや、そこでメルに会ったんだが、部屋に連れ込まれそうになってさ。ったく、のこのこついていったら解剖されかねないからな。まさか。いや、あり得る、絶対あり得る。なんだよちびすけ、やけに楽しそうに笑ってるが、何かあったのか。いいえ、ただクレンスさんとこんな風にお話できて嬉しいなって、そう思ったんです。そうなのか。はい。しかし、ま、あれだな。はい。確かにちびすけとこんな風に話したことはなかったな。はい。まあ勘弁してくれ、いろいろとあってな、俺には余裕がないんだ今は。まだ。はい、大丈夫です。クレイズさんが本当は優しい人だってことはよくわかってますから。優しいか、けどな、優しいだけじゃダメなんだ。ただ優しいだけじゃ大事なものを守れやしない。だから俺は。クレイスさん、なんでもない。どうかしてるな、俺もちびすけ相手にこんな話なんて。この夜の闇のせいかな。ならとっとと戻った方が良さそうだ。あのクレイスさん。なんだ、真面目な顔して。少しでいいですから、またこうやって仕事以外のお話をしてくれますか。あ、気が向いたらな。ありがとうございます、楽しみにしてますね。じゃ、とっとと寝ろよちびすけ。はい、おやすみなさいクレンスさん。あ、次はイストールさんだったな。場所は確かタリムの森の北西です。遺跡よりもさらに西ですので、お間違いのないよう。さすがメルさん、物知りなんですね。自慢じゃありませんが、その通りです。私がいればこの先の旅も随分と楽になることでしょう。わかったわかった、じゃあそろそろ行くか。ところでクレイス氏、この町の大図書館には行かれましたか。図書館？突然どうしたんだ。これから向かうイストールさんのことを調べてはいかがかと思いまして。別に
調べなくても大丈夫だろう。何をおっしゃいます。彼を知り己を知れば百戦危うからずと申すじゃありませんか。言ってみればなんとかなるんじゃないか。またそんなつれないことを。セフィー城からもなんとか言ってやってください。私はすべてクレイズさんにお任せしていますから。ほらな、チビスケがいいって言ってるんだからいいんだよ。ほら、二人とも行くぞ。はい。うん、面白いのに、ためになるのに。メール。ええ、わかりました。